こんにちは、まんまるなです。今回はセリアとダイソーで買わないと損と思ったアイテム8選をご紹介します。実際に使ってる様子や使い方のアイデアもご紹介してますので、ぜひ最後までご覧ください。まず最初にご紹介するのがダイソーのマルチ収納棚です。こちらはダイソーのキッチン収納シリーズワンキッチンから出てるグッズの一つで、以前はこちらの壁掛けフックのご紹介をしました。今回はマグネット付きで、この収納棚とこの2つのフックそれぞれに収納できるマルチ収納棚を買い足しました。よく使用する調味料などを置いておくことで、スッと取り出しできて便利です。このフック部分にはキッチンツールや輪ゴムを引っ掛けておくことができます。耐荷重は 400g です。ずり落ちてくるのを心配してましたが、意外と重めのものを乗せても落ちてきたりもせず安定感もあります。玄関に置いておくと、このように鍵やマスクを引っ掛けておいたり、アルコール消毒を置いておけます。インテリアの邪魔をしないシンプルでややマットな質感がおしゃれです。こちらのシリーズはホワイトとブラックがあります。お家のインテリアに合わせて選んでみてください。次にご紹介するのが、あると便利なアイテム、シリコンフードバンドです。6本入りです。縛りたい袋などに巻きつけて、最後にこの穴の部分に先端を通すと固定できます。私はダイソーで購入しましたが、セリアでも取り扱っているようです。チャックがついてない食パンの袋や、野菜を入れた袋の保管時に輪ゴムの代わりになって便利です。この凹凸の部分が17箇所あるので、好きな位置で調整できます。シリコンなので何度も繰り返し使えるし、輪ゴムを買い足す必要もなく地味にすごく活躍します。他にもコンセントなどのコード類を束ねるのにも使えます。こちらはグレーの他にホワイトとブラックがあり、モノトーンで揃えられます。バンド自体を保管する時もかさばることもありません。次にご紹介するのがセリアのハンドル付きソフトライナーケースです。商品名の通り柔らかい収納ケースになっているので、ちょっとした隙間に入れ込んでおくことができて扱いやすいです。持ち手は4つついており、こちらの持ち手だと片手でも持ち運ぶことができます。我が家では洗面所での洗剤ボトルやストックを収納するために買い揃えました。ホワイトなので洗面所に出して置いておいても清潔感があります。台所だと飲み物のパックや調味料パックなどを入れておくことも可能です。持ち手が手前にもあるので引き出しやすいです。
またこちらの収納ケースはある程度の高さがあるので中身が見えにくく、ポチャ付きを隠すこともできます。こちらは現時点ではホワイトのみの販売のようです。次にご紹介するのがステンレスの浮かせる歯ブラシホルダーです。セリアで購入しました。浮かせるタイプの歯ブラシホルダーはいろんな種類が売ってますが、私がこれを選んだのがサビに強いステンレスタイプのことです。こちらは粘着テープ付きで本体に貼って使用します。横から見ると少し斜めになっているので落ちにくくなってます。このようにドアを開閉しても落ちてくることもなく、ストレスフリーで使えてます。次にご紹介するのがセリアのキッチン消耗品収納ケースです。自分で簡単に組み立てて使うもので、お手入れのしやすいポリプロピレン製になってます。中身を入れやすい中板付きです。こちらは M サイズでポリ袋やジッパー袋を収納しておくのにぴったりです。シンク下のこういった隙間にも入り込むので、さっと取り出せて便利です。こちらは M サイズですが、他に S サイズや L サイズなどがあり、袋のサイズによって使い分けて揃えておいても便利です。次にご紹介するのが、お風呂掃除用の目地ブラシです。こちらは先端部分が V 字型になってて、タイルの目地にぴったりはまってお掃除しやすいのが特徴です。持ち手部分も握りやすく、軽い力で汚れを落とせます。セリアのお掃除ブラシはこういったモノトーンのおしゃれなものが多くて、機能性もすごくいいのでおすすめです。こちらは引っ掛け部分があるので、同じくセリアで購入した水濡れ OK の吸着シートにかけてます。こちらは貼って剥がせるタイプで、かなり密着力もあって気に入ってます。2つ入りで100円になります。次にご紹介するのがキッチン収納グッズ、ダイソーの根菜ストック袋です。じゃがいもや玉ねぎをこちらの袋に入れて常温保存しておけば、芽が出にくい新鮮な状態を長く保つことができます。巾着袋になってて、マチもあるので結構たくさん入ります。保管場所に困るかなと心配してましたが、意外と置き場に困ることもなく、色味も落ち着いた感じのブラウンなので、キッチンに出して置いておいても馴染みます。最後にご紹介するのがじんわり溶けるアルミアイスクリームスプーンです。アルミ製なので熱が伝わりやすく、手の温度がアイスに伝わってアイスが溶けるので、カチコチのアイスもすくいやすくなります。半信半疑で買ってみたのですが、これがすごく良かったんです。
すくい終わりもスプーンがスッと抜けます。アルミ製は本当に温度が伝わりやすいようで、持ち続けてると今度はアイスの冷たさが持ち手部分に伝わってきます。こちらのスプーンは形も大きさもいろいろとありましたが、100均っぽい感じがせず全体的におしゃれなものが多かったので、来客の時にも出せそうです。最後までご覧いただきありがとうございました。一つでもお気に入りが見つかれば、いいねやチャンネル登録よろしくお願いします。